この時間は熱中症予防についてのお知らせをお送りします。お話をお伺いしますのは健康づくり課の石田さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、今日は熱中症の予防についてのお話をお伺いできるということなんですけれども、今日も夏の青空が広がっております。日差しもさんさんと降り注いでいるわけなんですけれども、やっぱりこういう時熱中症心配になりますよね。そうです。熱中症というのは改めてどんな時に起こるんでしょうか？はい、気温が高い日はもちろんのこと、湿度が高い日、急に暑くなった日、また風が弱い日などに起こりやすいと言われています。また屋外だけではなく屋内、家の中でも起こります。実際に熱中症で搬送された方の半数以上が屋内となっています。ここが本当に意外なポイントにもなりますよね。この熱中症というのは具体的にはどのような症状のことなんでしょうか？はい、熱中症の多くは気温の高い日などに体内の水分や電解質バランスが崩れたり、体温調節機能がうまく働かないことにより起こります。熱中症の症状はめまいや立ちくらみ、汗が止まらないなどの軽い症状から頭痛や吐き気、まっすぐに歩けない、体を触ると熱い、呼びかけに対する返事がおかしい、意識がないといった重い症状があります。そうした熱中症の可能性がある症状が現れた場合ですね、そうした時の対処法はどうしたらいいんでしょうか？はい、意識があって水分が飲めそうであれば、すぐに風通しの良い涼しい場所へ移り、体を冷やします。大きな動脈がある首の周りや脇の下、足の付け根を氷や冷たいタオルなどで冷やし、水分を取るようにします。汗をかいている場合はスポーツドリンクや経口補水液を飲んでもらうと良いかと思います。状態は変化しますので、誰かがついて様子を見ることが大切です。もし頭痛や吐き気、意識がおかしいとか状態が良くならない場合は、すぐに医療機関を受診します。必要な場合は救急車を呼んでください。この熱中症で特に気をつけなければならない方はどのような方なんでしょうか？はい、高齢者やお子様、障害のある方は特に注意が必要です。高齢者の場合は体内の水分量が少なくなっていることに加え、暑さや喉の渇きに対する感覚が鈍くなっていること、体の調節機能が低下しているために体内に熱がこもりやすくなることが影響すると考えられています。お子様の場合は体温調節機能が未熟であることや、体調の変化を自分で訴えられなかったりします。障害者の場合は体温調節がうまくいかなかったり、自分で水分を取れなかったり、喉が渇いていることに気づかないこともあります。これらの方は周りの方が積極的に声をかけてください。はい、まずはやはり熱中症にならないことが大切だと思うんですけれども、予防のために心がけることはありますか？はい、先ほど屋内でも熱中症になるというお話をしましたが、部屋に温湿度計を置きましょう。エアコン扇風機を使用し、部屋の温度を28度ぐらい、湿度は50から60%くらいにし、夜もエアコンを切らずに過ごしましょう。エアコン扇風機を使用する場合は、風が体に直接当たらないような工夫をしてください。喉が渇いた感じがしなくても少量でも良いので、こまめに水分を取ることが必要です。また綿や麻素材など通気性の良い服装を心がけ、冷やすグッズを活用するのも良いでしょう。出かけるときは帽子や日傘、
飲み物を持って無理のないようにしてください。そしてですね、この今の時期というのはやはりこの新型コロナウイルスの対策をしている方、まあ、皆さんそうだと思うんですけれども、そういった中で注意することはありますか？はい、新型コロナウイルス感染症対策としてほとんどの方がマスクを着用して外出していると思いますが、マスクを着用していると喉の渇きを感じられなくなりますので、屋外で人との距離が2メートル以上確保できるような場所があれば適宜マスクを外すことも重要になってきます。また屋内ではエアコンで温度を調整することも大事ですが、使用中は窓やドアを2箇所開けこまめに換気することも大事です。今年度から全国的に熱中症の危険性が極めて高くなると予想されるときは熱中症警戒アラートが発表されます。アラートの発表はテレビのニュースでも報道されるとともに環境省からのメール配信サービスもありますので、ぜひご活用ください。また発表された時には不急の外出を控え、熱中症予防対策を普段以上に行うようにしてください。はい、それでは最後に改めまして、この熱中症予防のポイントについてお話しください。はい、まずはバランスの良い食事やしっかりした睡眠をとり、適度に体を動かして体力をつけるなど体調管理をすることです。暑い日が続くと体が疲れやすくなり体調不良を起こしやすくなります。周りの方同士でお互いに注意し合い、体調が悪いなという時は医療機関を受診することが大切です。そして何度もお伝えしますが、量は少しずつでも良いので、喉が渇いてなくても水やお茶などの水分をこまめに取るようにしてください。はい、ぜひね、皆さんこれからの時期も特にマスクもしてますからね、はい、ぜひ気をつけてください。広報だわら、この時間は熱中症予防についてのお知らせをお送りしました。石田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。広報だわら、この時間は小田原市民会館閉館記念事業イベントのお知らせをお送りいたします。お話を伺いしますのは文化政策家の飯田さんと渡辺さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、今日は小田原市民会館にやってきていますけれども、はい、まあ、いよいよこの市民会館ともお別れの時が近づいてきましたね。はい、書いてある通り、はい、19年間の間皆様に親しまれてきた市民会館なんですけれども、こちらは7月に閉館いたしまして、1ヶ月後の9月5日に隣に小田原三の丸ホールというホールが、まあ、新しい文化芸術拠点として、まあ、開館するんですが、まあ、そのバトンタッチするようなイベントとして、7月に2日間、はい、市民会館の方でイベントを予定しています。はい、うん、はい、それではイベント内容を詳しく教えてください。はいはい、7月の7日の水曜日、ちょっと平日なんですけれども、朝10時から午後5時まで、最後のオープンデイという形で、はい、まあ、ほぼ全館、まあ、こちらが本館という方で、はい、大ホールがまた大ホール棟という形で、ちょっと建物として少し別というか、はい、まあ、全て一応拝見いただける秘密になっています。はい、で、まあ、本館の方は一部お入りいただけないところもあるんですけれども、うん、自由に見ていただける一日という形になります。大ホールの方が自由に見ていただけるのが、まあ、ほぼ最後、催事がない時はこの日が、まあ、最後にはなるんですが、うん、この日にですね、3階ホワイエにちょっとアートな壁画があるんですけれども、こちらをですね、特別に市民会館思い出アーカイブ隊という市民の有志の活動をしている皆さんによるトークのイベントをこの日に開催してする予定になっています。はい、はい、これがですね、10時30分からと1時30分からあと3時からの3回で、まあ、各40分ぐらいずつ、ちょっとかなりみっちりご説明いただけるということで、うん、まあ、ちょっとこういう状況なので、一応先着で、当日先着で、まあ、10名様ずつ、はい、トークを聞いていただければなというふうに思っています。うん、でこれがかなり特別な機会になるので、そうですね、あの壁画って何かなとか、ちょっと疑問に思われてた方もたくさんいらっしゃると思うので、うん、はい、まあ、この機会に
じっくり見ていただけたらいいかなと思っています、ね。はい、そういえば市民会館って壁画とか絵画とか結構点在してるんですけれども、はい、どういうものなのかって、そうですね、実は知らなかったですもんね。そうですね、なかなかやっぱり来てもじっくりは見たりもしますけれども、はい、ちょっと説明があったりとかはないの で、うん、そうですね、楽しみにしていただけたらなと思っています。うん、はい、他にはこのオープンデー、最後のオープンデーではどんなところをお楽しみいただきたいですか？はい、そうですね、一応もう最後なのでちょっとまだ場所は決まってないんですけれども、はい、まあ、変な話ちょっと壊してしまう予定に今なっているので、うん、はい、壁とか、うん、普段はなかなかこう書けないようなところにメッセージをちょっと書いていていただこうかなというふうに思っていたりもするので、はい、まあ、当日のご案内になってる、くるんですが、はい、まあ、そう、なんかどんなこと書こうかなとか、多分ここにいらっしゃっていろんな思い出を思い出して、うん、ちょっとこんなことがあったとかあると思うので、まあ、いろんな、はい、今ここにもメッセージ、ね、もうたくさんのメッセージありますね、はい、あるんですけれども、うんうんうん、まあ、現場に来て思ったことを何か書いて残していっていただきたいなと思っています。さあ、そしてこの小田原市民会館の、まあ、最終日となるのが7月31日この日にもイベントが行われるそうですね。そうですね、ラストデーとしまして、はい、朝の10時から夜の20時まで皆様にいろんなところを出入りいただいて思い出に立っていただければと思いまして、普段貸し出しも行って普段貸し出しを行っていない会議室等も見れることができますので、うん、よろしければそちらも結婚式場とかでご利用いただいた方もいらっしゃるかと思いますので、はい、中を見ていただいて、やはりたくさんの思い出の詰まったところだと思いますので、うん、最後の瞬間まで楽しんでいただければと思います。また18時半から大ホールで閉館のセレモニーも考えておりまして、そちらでは白井彩さんというチェロリストの方なのですがに演奏30分ほど演奏していただき、最後の音も楽しんでいただける時間となっております。その時間も一応無料で行う予定なので、ぜひご足労いただければ最後の音まで楽しめるラストデーとなっておりますので、よろしければお越しいただければと思っております。はい、まあ、本当にそういったイベントで市民会館59年間の歴史に幕を下ろすということになるわけですね。またその先ほど飯田より案内のいただいた7月7日と31日両日ともに閉館と、また三の丸ホールの開館を記念したグッズのお渡しもできるかと思いますので、うん、ご来場いただいた方にはそういった形に残るものとしても思い出を持ち帰っていただければと思っております。うん、さあ、そしてこの市民会館のもうほど近くお堀端側にはもう立派な三の丸ホールが完成してますね。はい、そうですね、はい、まあ、ご利用いただく方に向けてちょっと2つご案内なんですけれども、一つは利用者説明会という形で7月19日、21日と23日の4回、はい、三の丸ホールで、うん、まあ、利用の方の見学とか、はい、あとご説明と、あと利用者登録をしていただける会を設けています。こちらはちょっと先着順で7月9日まで申し込み期限になっています。で、定員がいっぱいになってない限りいらしていただけます。で、もう一つが先行利用者登録という形で7月24日の土曜日から30日の金曜日の、はい、10時から午後7時まで、こちらは利用を考えている方は皆さん登録していただくことになるので、こちらの日にちに三の丸ホールの方に予約不要ですので、もし登録したいなと思っている方はこちらにお越しいただきたいなと思います。はい、ね、本当三の丸ホールもね、立派なホールが完成したんでとても楽しみなんですけれども、まあ、まずは7月にね、はい、バトンタッチイベントとして行われる、こちらの市民会館で、はい、まあ、ゆっくりちょっとね、市民の皆さんにはお別れを、うん、そういった時に、ね、過ごしていただきたいですね。はい、はい、いろんな方に足を運んでいただいて、うん、まあ、ちょっとお別れというか、うん、みんなでありがとうという気持ちを、まあ、伝える会にできればなと思いますので、うん、はい、よろしくお願いいたします。はい、広報小田原、この時間は小田原市民会館閉館記念事業のお知らせをお送りしました。飯田さん、渡辺さん、ありがとうございました。ありがとうございました。